パールリバー軍はアメリカ合衆国ミシシッピ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は55,834人であり、2000年の48,621人から14.8%増加した。軍庁所在地はポプラビル市であり、同軍で人口最大の都市はピカユーン市である。パールリバー軍はその全体で ピカユーンショート試験を構成している。2005年9月2日、オハイオ州軍第134野ー連隊第1、大隊がポプラビルの州軍武器庫に到着し、ハリケーンカトリーナの被害を受けたパールリバー軍の復興を助けた。最初に行ったのは、銀行、薬局、ガソリンスタンドの安全確保であり、また田園部救急支援要請への対応だった。 この部隊は3週間滞在し、軍内の多くの家庭や構造物を点検した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は818.93平方マイルであり、このうち陸地811.33平方マイル、水域は7.60平方マイルで、水域率は0.93%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 パールリバー軍は5人の委員による軍政委員会が統治している。委員は5つの選挙区から各1人が選ばれている。ありがとうございます。